全世界の日本の皆様、おはようございます。長島ジオンという一郎です。はい、どうもどうもどうも。この前ね、めっちゃおもろい偶然がありました。はい。なんとですね、総合格闘技道場ね、コブラカイ、あれですね、三島ど根性介選手が作ったコブラカイですよ、福島の。まあそこの、パンチ山内選手と今、僕は仲がいいわけですね。まあ、ちなみにね、毎日のご飯、パンチファームのパンチ米を食べております。まあこの動画を見てくれた人で気が向いた方はぜひパンチファームでお米を注文してください。いや、案外というかめっちゃうまいんで、楽しいんですよ。美味しいですよ。でね、まあこの前そのパンチさんとご飯食べに行ったんですよね、コプラ会のね。で、まあ食べ終わりました。どんどんお疲れ、会議やって、さよなら、ごちそうさまでした。で、店を出ようとした瞬間、入ってきたのが、オニオン、鍵山、マッチョザ・バタフライ、長い短い、なんとコブラ会のプロ格闘家3人が入ってきたわけですよ。こんな偶然あるんやな。 びっくりするわ。コブラ会とご飯をしてコブラ会に出会うみたいなね。で、ちょうどね、このヘンテコリーナ名前のファイター 3人、みんな顔見知りなんでね、ちょこっと喋って、で、まあ、オニオン鍵山はほんまに久しぶりやったんで、いろいろとお話しさせてもらって、なんかやっぱりね、みんないろいろ人生計画あるんやなということを重々と感じた今日この頃です。でね、今明るいか明るくないかどっちなんでしょうが、これをつけてみます。シャキーン、ライト。なんかあれですね、アマゾンの何やったっけ、ドキュメンタルのオープニングとかなんかによく出てくるやつですよね。さあ、これをつけると目の中に光が、あんま変わらんすよね、光自体は。まあとりあえずつけて喋りますわ。でね、まあ今日なんですけど、なんか最近喋るネタねえなぁと思いながら、思ってたんですよ。で、今日は、あれしますわ。キックボクサーとか、まあ、格闘家って殴られたら倒れるじゃないですか。まあ、殴られた時ってどんな感じなんですか的な。あんまり普通の人って、ね、顎とか、テンプルとかね、殴られて、失神する。まあ、失神っていうか、ダウンすること。まあ、失神っていうか、短いの失神ですよね、言うたら。することってあんまないじゃないですか。ね。まあ、なんで、そういうことをちょっと掘り下げれればなと思います。まあ、僕自身にデビューしたのが2007年かな。そう、キックボクサーもね、ニュージャパンでプロデビューしたんですよ。ね。まあ、キック始めたのは2006年の12月の年末みたいな感じですけど。で、なんかまあ、プロデビューしまして、ポン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 と案外勝ってたんですよね。で、初めてのダウンっていうのは、K1 の、2009年のトーナメントの2回戦ですね。まあ、あの時のは山本優也戦。けど、あの時のダウンは、まあ、フラッシュダウンというか、まあ、体勢崩れたとこに、多分パンチもらってなくても倒れてたんじゃないかなというような感じの、あれなんで、まあ、効いたって感じじゃなかったんですよ。けどあれですね、ほんまに聞いたと思ったら、その後の試合、敗者復活というか、視聴者投票で、ワールドマックスのベストファイナ、ベスト16、ベスト32、ベスト16か、に、アルバート・クラースだったんですよね。まあ、あの時初めて、もうほんまに失神したっすわ。あの時の失神は、僕の中のイメージですけど、たばん、思いっきりもらいました。うわ、クラース、こう来た、うわ、クラウス入ってきたみたいな。ね、普通やったらね、プレッシャーで止まってくれないですけど、クラウス全く意に介さず入ってきたから、ちょっと、うわ、来た、ボン。で、倒れるみたいな。そんな感じだったんですよ。で、あの時多分ね、フック系のパンチもらって、あれっすね、ほんま。多分殴られた瞬間は完璧に飛んでますわ。で、けど床にボーンって顔面、そのリングマットに顔面落ち着けた衝撃で多分起きたみたいな。
そんな僕の中のイメージですね。うん、で、幸いなことに何されたか、で、今俺が戦っているということは全部覚えてます。はい。そうですね。で、まあ、幸いにも、ね、今までいろんなダウンしましたけど、ダウンして、記憶が飛んだことは一切ないですね。はい。まあ、初めなんか打たれ強いでね、売りやったんですけど、やっぱりその後半、うん。まあ、壊れて、ダメージが溜まってきたのか、壊れてきたのか分かんないですけど、ダウンするようになってきましたね。まあ、もちろんね、対戦するレベルっていうのはどんどん上がってるっていうのももちろんあるんですけど、うん。で、まあ、まあ、幸いにもその記憶飛んだことはないって話なんですけど、まあ、案外、えぐい話で、パン、KO されました。テンカウントを聞きました。で、全く戦い覚えてないファイターとおるんですよね。僕もセコンドについた中でおるんですけど、倒されて、KO で、肩担がれて帰ってき、引き返して帰ってきた。大丈夫か大丈夫ええみたいな。僕多分負けたんですかみたいな。多分戦ってたことは覚えてるんでしょうね。何をされたか覚えてない。え僕負けたんですかえ何で倒されたんですかみたいな。いや、パンチやれって、この右フックで、ね、倒れたんやねって言うやん。うん。で、うん、それをパッと置いて、この3分後ぐらいにまた同じこと聞くねん。うん。そう。で、そのループが多分20回近くあったような気がする。ちょっと持ったかなわからんけど。それぐらいあった。あの時ばっかりは、あ、俺も格闘技やってて怖いなと思ったね。いや、ほんま何に、完全に飛んでるしやな。でもまあ実際その子、ね、次の日はダメになかったみたいなんで、頭痛いぐらいで済んだんですけどね。うん、いやほんまにそういうの見ると、怖いなと思います。はい。まあ、おっさんからのアドバイス的には、まあ仮に倒されましたもそうですし、頭に衝撃が加わったら、まあ 100% アルコールはやめましょう。うん。で、まあ試合やったらダウンされても、もう一回戦うけど、練習とかやったら、もうダウンしたら、もう練習その日は終わり。うん。それぐらいの方がいい。ダウン仕方もあれやけどね。嫌倒れとかさ、なんか、そんな倒れやったらもう全然やっていいんやけど、ほんまに効いた、うおっていうようなダウンやったら、もうやめた方がいいですね。で、まあこれを見てる保護者がいたら、まあ、フルコンであろうと、まあいろ、何の競技でもいいですわ。柔道でもいいし。一回記憶飛んだりとか、失神したら、もう絶対すぐその日は、すぐ練習終わらせて。うん。まあそれ、アホな指導者は、タオルだからって、いけるいけるとか言うかもしれへんけど、まあそんな、もう今の時代根性論じゃないんで、はい。もう絶対、身の安全、何かあったら子供らはあかんからね、うん。その、不測の事態に備えてください。はい。で、おっさん、二十歳回った選手は、倒れた瞬間、頭下に行った瞬間、さっきはやめましょう。で、お風呂もやめましょう。僕はまあシャワーぐらいはやってました。はい。で、まあまあ、頭冷やして寝てください。うん、で、まあ、翌日ダメージ痛いんやったら、その日もスパを抜いた方がいいです。はい。こんな感じですかね。衝撃自体は。まあなんかね、その、はじめクラウスに倒された時もあるんですけど、で、まあ、僕ザンビにも倒されてるんですけど、ザンビリスのパンチはほんまにやばかったっすね。なんか意味がわかんなかったっす。でもらってから3秒後ぐらいに、クラ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 って聞いてきたんで、まあ、耳の裏にもらったっていうのもあるんですけど、いや、ザンビのパンチはエグいっすね。いや、またこの動画でも言うけど、2010年の決勝、フェトロシアンとザンビリス、ザンビリス絶対ダウン取ってます。はい。もう一回全員見直して、で、コメントどうだい？はい。まあ、そんな感じです。はい。とりあえず、まあ、これを見た、格闘技を練習している方々は、くれぐれもですね、ダウンした後は練習をすぐやめてですね、アルコールとか、まあ、心拍数が速くなるようなことは、極力控えるべきだと僕は思います。はい。あと、やるやらないはあなた次第です。はい。じゃあ以上、長島ジェームス、ゆうじろうでした。はい。皆さん、選手寿命を長く頑張ってくださいね。はい、お疲れ様です。